高橋選手、お疲れ様です。お疲れ様です。元気ですか？はい、お久しぶりです。元気ですよ。ちょっと真面目な話でをも伺ね、おうと思ったんですけど、すみません、最初にちょっと髪型の話していいですかね？どうしたんですか？ちょっと今、バーバー行けないじゃないですか。休業してるから。伸びちゃった。かなり。だから早く行きたいんですよ。いや、これ、地毛ですか、本当に。え？地毛ですか、本当に。はい。だって来た当初こんな髪型してたでしょ、俺。確かに。でも、髪はなんかちょっと先日、LINE 電話したときは、またちょっと違う髪型だったような気がするんですけ ああ、俺伸びるの早いんですよ、めっちゃ髪の毛。ど。ファンの方もきっと、今、頭見て大爆笑してるか、なんか、信じてるかちょっとわかんないですけど。はサービスありがとうございます。い。はい、ありがとうございます。このでまもまいいっ行すきまか？す？どうします？いや、脱ぐ脱ぐ。逃げます？おい、やっぱり。おでもかし結構ロン毛になっちゃった。い。確どうかに、も、お久しぶりです、こんちゃん。久しぶりです。は改めて、今、あれですもんね、こうなかなか、まじまじ外出できないから、い。まあ、はい。行けずっていう状況だと思うんですけど、はい。今、なんで酒井選手、今、普段どのような生活をされてるんですか？そうっすね。まあ、普段通りっちゃ普段通りですけど、チームから与えられたメニューをやりつつ、あと、パーソナルのトレーナーの方からもメニューいただいてるんで、それをこなしつつ、外で走れるときは走って、あとは家族とずっと家ですね。はい。一日大体どれぐらい今トレーニングされてるんですか？2時間ぐらいですかね。じゃあ普段のグラウンドでの練習とあまり変わらないぐらいやられてる。はい。はい。そこはちょっと、まあ、意識しながらはやってますけど。ただやはり思ったようなスペースがないでしょうし、ボールも蹴れないかもはい。しれない。その辺はこう、い。ストレスに感じる部分ってやっぱあったりしますか？まあ、そうっすね。外でやれない分、トレーニングして気持ちよさは全然ないですけど、その分、家族が頑張れって言ってくれるんで、まあ、結構やる気で、モチベーションを保ちながらはできてます。筋トレとかやるときはお子さんを隣で見てもらって、パパ頑張れみたいな感じでやってもらってるっていう感じ。そうですね、パパ頑張れもそうだし、あとなんか一緒に真似てやってます。それだとちょっと気があれですよね、紛れて少しは楽しくトレーニングできるっていう感じですね。そうっすね。はちょっと今回せっかくですので、こうサッカーの話だけじゃなくて、ちょっとプライベートの話も聞きたいなと思ってます。酒井選手のプライベート意外とみんな知らないんじゃないかなとか、正直ちょっと若干こわもてですけど、本当はちょっとお茶目なところがあるとか、そういうのこうどこまで喋っていいのかわかんないんですけど、ちょっとそういうこう、今まで酒井選手のイメージが変わるようなこう話を聞けたらなと思ってるんですけど、いいですかね。はい、どんどん何でも聞いてください。ちなみに今こう、オフ期間で、当然サッカーのトレーニングだけじゃなくて家族と過ごされてると思うんですけど、はい。ズバリどんなことして過ごされてるんですか？そうですね。子供とひたすら遊んでますね。どんなことして遊ぶんですか？どんなことだろう。まあ、パズルやったりとか。あと、呼びます？子供。ちょっと呼びますね。はい。ゆいなーい、酒井ゆいなこんにちでーす。は。いやいや、お父さえ？ん。髪じゃ型一緒じゃ。じゃないですか。だってさ、美容院行けないってさっき言ったじゃないですか。ゆいなも伸びちゃった。すいません、何？子供をですね、笑いのネタに使うのやめてもらっていいですか？かわいそうなんで、ちょっと。かわいいね、でも似合うね。お父さんよりかわいいよ。こういうことをして遊んでます。嫌がらずに。はい。こんにちは。お父さんと遊んでて楽しいですか？何してる？何してる？言って言って。幼稚園ごっこ遊んでる。あ、幼稚園ごっこしてるんですね。
そうです。先生がお父さんですか？先生は誰がやってるんですか？先生は誰がやってるんですか？ゆいな。あ、そうなんだ、すごいね。お父さんがお子さん役で。そうだよ、そう、そうっす。ちょっと、あの、子供役の声、酒井選手出していただいてもいいですかね？どんな感じのキャラクターで？子供役で、このままの声でやってますよ。そうなんですね。はい。いや、だいぶ世間のサポーターの皆さんの印象変わってると思いますよ、本当。なんか、すごい素晴らしいキャラクター。あれっすね、言われるがままに動いてます、幼稚園の生徒は。そうなんですね。はい、ゆいな先生に言われるがままに動いてますよ。あとすみません、そろそろお子さんかわいそうなんで、こう、カツラ取っていただいた方がいいんじゃないですかね。あ、かわいい女の子だ。お父さんのためにありがとうね。バイバイして。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。いえいえ、全然可愛らしいお子さん。いいんですか、あんなことやらしちゃって。はい、全然大丈夫です。ノリノリだった。いや、今ので結構、あの、酒井選手がね、いいお父さんやってるっていうのは世間に印象付けられたのかなと思います、本当に。あ、マジっすか。どっちかっていうと、試合中は吠えてたり怒ってたりするのが多いじゃないですか、試合中。あ、試合中はちょっとスイッチ入っちゃいますからね。そうですよね。ちょっとこう優しいお父さんであることが今こう皆さんに分かってもらったらよかったなと思います。はい。もう普段はクソ優しいんで僕。自分で。結構やっぱあれですか、家ではデレデレ系なんですか？そうっすね。ちょっとかなわないっすね。あんまり怒ったりしたことはないタイプですか？いや、怒ったりはしますよ。さすがに、ちょっとは。でも、あんま怒れないっす。なるほど。奥さんとの関係はどうですか？こう、亭主関白なのか、ちょっとあんま言葉よくないですけど、かずあ殿下の家庭なのか。いや、もう本当にもう、50-50 みたいな関係っす。あ、そうなんですね。うん、そう、そこはね、尻には惹かれてないっすよ。いやいやいや、ちょっと笑ってますけど。いや、尻には惹かれてない。と思ってる。世間の方はどっちかというと、亭主関白なイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど。ああ、それはないかな。広告で。はい。その他もせっかくなんで、ちょっといろいろ聞いてみたいんですけど。うん。普段、お休みの日とか、どういうこう、例えば買い物に行くとか、家で一日中こう、例えば本読んでるとか、映画見てるとか、なんかこう、どういう趣味があるんですか？普段は、コロナがないときはあれですね、もっぱら外出してます。もう家族で。休みになると、家族で。湘南が好きなんで。あ、じゃあ結構みんなで海に、海岸行ったりっていう。海岸行ったりとか、そうですね。湘南方面に出かけることが多いですかね。あ、そうなん、ね、江の島水族館行ったりとか。はい。海が好きなんですよ、海が。サーフィンとかやってたりするんですか？やりたいっす。まだやったことないんですけど。あ、やったことはないんですね。あ、やったことはない。てっきり、なんか海が好きって聞くと、なんかやってらっしゃるのかなと思って。そう、って言われるんですよ、よく、そういう話すると。うん、え、サーフィンやってんのってなるけど、やってないっす。うん、そのほうがなんか、こう、実は俺こんな趣味あるんだよ、みたいなのもあります。実は、いやでも最近、コーヒーにハマっちゃって。はい。コーヒー？自分でドリップして入れてます。あ、そうなんですね。はい。どんなお味が好きとかあるんですか？どこの産地の豆がいいとか。え、ちょっと紹介していいですか？あ、ぜひぜひ。これです。いやいやいや、すいません。え？ちょいちょい小ネタ入れてきますね。これです、これ。これ僕が好きな、あの、洋服屋のブランドとコラボしてるコーヒー豆なんですけど。はい。ライジングサンっていう、ライジングサンコーヒーって言って、あの、坂口健二さんが焙煎してるんですけど、はい。あの、コンセプトが、サーフィンのした後でも、ごくごく飲めるコーヒーみたいなコンセプトでやられていて、はい。え、サーフィンやってないですよね。そう、やってない。やってないですよね。やってないんですけど、でもその背景に惹かれて、買ってみたらめちゃくちゃうまかったっていう。ぜひ飲んでみたいです。なんか、すごく美味しそうなパッケージで、なんか、あと坂口健二さんのちょっと気になりますね。はい、気になります。
いいでしょう、これ。これめっちゃうまいんですよ。でもなんかすごくいい話してもらってるんですけど、その見た目で話が全然入ってこないんですけど。え？見た目で全然話が入ってこないんですけど、ちゃんと。そうっすか。どうしたんすか、それ。すいません。いえいえ。こういうことして遊んでます。いや、面白いと思います、ほんと。多分、酒井選手のイメージが今、サポーターの皆さんはだいぶ変わってんじゃないかなと思うんですけど。ちょっとお茶目なところ出したい。そうっすね。その他なんかあります？自分で、ここは、みたいな。あ、あと海外ドラマか。海外ドラマを見てます、ね。海外ドラマ、はい。ぜひ教えてください。今、ちょうど、どうしてもね、やっぱ自宅にいなきゃいけない時期で、こういうドラマを見れば時間がすごく次の早いよとか楽しいよってあれば、ぜひおすすめ教えてほしいんです。僕が好きなのはブラックリストってやつです。どんな内容ですか？極悪犯が、世界の、その裏社会のボスみたいな人が、ある日、FBI に出頭して、その悪者リストを一人ずつ言っていって、FBI がその悪いやつを捕まえるっていう話なんですけど。はいはいはい。なるほど。そう。なんか、そう、伝え方があんま上手くないから、あれだけど。でもその中にいろいろと人間模様というか、複雑な、絡み合いがあって、めちゃくちゃおもろいです。ぜひ今度インスタやられてると思うんですけど、インスタでこういうのだよって簡単に紹介してもらえたら、ファンの方もより分かるかもしれない。あ、そうですね。分かりました。やりますね。はい、今、この時期、チームメイトと連絡って取ったりしてますか？チームメイト、そうっすね。レオとか、大輝とか、まあ、大輝に、あと、陽太くん。陽太くんは最近あれですけど、終わってから速攻連絡、終わってってから休みになった時はちょいちょい連絡取ってて、ぐらいかな。うん、まあ、やっぱちょっとみんなどうしてるのかなっていうので、近況が気になってっていうところですかね。まあそうですね、みんな何してるのかなって、僕もだからインスタ見ながら探ってますね、みんなの近況は。高江選手はそんなに年近いわけじゃないですけど、あれですか、結構、キャラクター的に意気投合できたって感じですか？そうっすね。かわいいっすよ。まあね、高井選手もお子さんいらっしゃって、まあそういう家族的な話もできるからなのかなと思って。うん、そう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 。はい。びっくりしました、あいつが子供いるって聞いた瞬間、最初。若いっすもんね、まだね。はい。全然結婚してるように見えないから。なるほど、そうなんですね。平戸選手とは結構頻繁に取ってるんですか、連絡。いや、頻繁ってわけじゃないですけど、うん、ちょっと俺が聞きたいことあって、あいつにちょいちょいっていう、そういう感じです、はい。高井選手、たっぷりお話ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。仮装までしていただいて、多分見た皆さんすごく喜ばれていると思います。こんなことする人なんだと。ちょっとはい、こんなことする人です。はい。今はコロナで大変な時期だとは思いますが、みんなで一緒に乗り切りましょう。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。今日のこの動画で、ちょっと僕の意外な一面を見せれたかな、とちょっとは思ってるんですけど、思っているので、またお会いできた日には気軽に話しかけてください。よろしくお願いします。高井選手、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。